絶対に負けられない、絶対に負けられない対決になっている。さあいい対決だ、これはお互い負けられない。これはさあ小野伸でございます、今日はですね 4v4 の予選会場にですね、まあ当社で運営している鶴ヶ島フットサルリゾートで受けておりますので、今日早速ですね 1大会運営していきたいと思います。よろしくお願いします。行ってきます。鶴ヶ島予選にお集まりいただき誠にありがとうございます。保護者の皆様も本日はありがとうございます。よろしくお願いします。なんとですね、僕はですね初めての大会アジスタ会場に初めて予選行ってきました。そこでね実況やらせてもらったんですけど、その実況が良かったのか決勝大会でも私実況やることになりましたんで、決勝戦に行きますと皆さん僕の実況で試合ができますからね、保護者の皆さんにもアピールさせていただきます。決勝大会でまた会いましょう。フォーボー大会ってね、いろんなこう特殊なルールがありますけど、当時で、まあ、なんでこういうルールなのかな、こういうゲームなのかなっていうところは、何回でも諦めないという気持ちをこの大会を通じて皆さんと共有したいという思いがこのルールの中には込められています。得点されてもすぐにね切り替えて攻めることもできるし、キックインやコーナーキックもドリブルからスタートしてもいい、いろんなところで諦めないっていうね気持ちを皆さんに持ってほしいという思いがこの大会には込められています。また10歳以下のイベント大会というものがまだまだ少ないというところにも課題を向けて、この10歳以下のカテゴリーということで、まあ、本田さんしかりこの主催の皆さんが、今日に至っておりますので、まあ、そういった、ね、細かいルールありますけれども、一つはねこういった大きな、ね、真、思いがあるということだけ皆さんにお伝えをさせていただきます。さあそれではですね、スタッフの皆さんの紹介を込めてルール説明をルールさんと元川君から説明させてもらいます。お願いします。はい、皆さんおはようございます。それでは、僕の方からは、ルールの説明をさせていただきます。少し普段みんながやっているサッカーやフットサルとはちょっと違った特殊なルールになりますので、何点か、大きな点を、僕の方で、かいつまんで説明させていただきます。試合は全試合、10分1本で行います。10分1本です。で、各チーム1試合に1回、ボールが出た時、外に出た時の、マイボールの時にタイムアウト1分間60秒間のタイムアウトを取ることができますので、タイムアウトを取る際は、審判に申告をするようにお願いいたします。得点ですね、得点、普段みんながやっているサッカーやフットサルは、どういったゴールでも1点しか入らないと思いますけど、このフォーブフヨの大会は自陣からの、まず自陣からのゴールは認められません。なのでロングシュートで、ゴールをすることができません。ただしですね、相手陣内からゴールを決めた場合には、得点が2得点ペナルティエリア内で、相手陣内のペナルティエリア内で決めた場合には、3点得点が入りますので、非常に試合の、勝ち負けをね、大きく委ねることになると思いますので、しっかり、ここの得点のところは注意して、試合を行うようにしてください。交代ですね、普段サッカーやってる子たちは交代で出た選手は戻ることができないかと思いますけども、この4V4 の大会は、交代出入りが自由です。で、審判に、申告することなく交代自由に行うことができますので、そちらもあらかじめご了承ください。はい、その次、ショットクロックという、この 4v4 のね、一つ特殊なルールになると思うんですけども、ショットクロックといって、ボールを保持してから、自分のチームがボールを保持してから20秒間以内に、シュートを打たないと、その20秒経ってしまった地点から間接フリーキック、もしくは、自分の自陣内のペナルティエリア内で20秒が経過してしまった場合には PK となりますので、こちらは、注意していただくようにお願いいたします。ただしですね、審判の方から、10秒のカウント、残り5秒のカウント、3秒2秒1秒のカウントを、声を出して、カウントさせていただきますので、そちらのカウントしっかりよく聞いて、注意するようにお願いいたします。
最後の最後まで追い出していきましょう。はい、できるか。はい、ということで本日よろしくお願いいたします。はい、じゃあ解散です。一回解散していきましょう。さあ OV4 鶴ヶ島予選大盛況で盛り上がっております。ところどころね、本田さんが掲げる諦めない気持ちとかね、子どもたちの自主性を育むっていうあたりがね、ルールに落とし込まれていて、まさにですね、子どもたちの自主的にね取り組んでいる、そんな試合が印象的です。ナイスカットだ。さあ、ナイスキックだ。行きましょう。さあ、盛り上がってますね。 4v4 鶴ヶ島予選、行こう。さあ、行こう。さあ、自由に始めていいからね。お、ナイスプレーだ。エリア外で2得点です。エリア外からの2得点です。かなりね、こう全国に近いレベルの試合なんじゃないでしょうか、この2チーム。終わった。いやー、惜しかったわ。 ESS、 あー、素晴らしい。